アルベルト・フラムはドイツの画家である、イタリアの風景を描いた絵画で知られる、ケルンに生まれた。1836年から1838年まで、デュッセルドルフ美術アカデミーとアントウェルペン王立芸術学院で建築を学ぶが、絵画に転じた。再びデュッセルドルフで、アンドレアス・アヒエンバッハの下で学んだ。アヒエンバッハの弟の画家、オスバルト・アヒエンバッハと、 親友となり、二人は一緒に車声旅行で各地を旅した。ライン川やアール川、モーゼル川流域を旅した後、1845年に初めてイタリアに旅し、1850年から1853年に再びイタリアに滞在した。イタリアではスイス生まれでローマに滞在していた画家のアルノルト・ベックリンと過ごし、その後、カンパーニロマーナなどの継承地、 イタリア半島南部、ナポリを旅した。その後も何度も二人はイタリアを訪れ、イタリアの風景画家として高い評価を得た。1848年に、デュッセルドルフに作られた芸術協会、マルカステンの創立メンバーとなった。個人美術教師として教え始め、1861年に、ノルウェーの画家、ミュンテやア,アメリカのハウランドを教え、後に、スウェーデン生まれの女性画家、 イエンナバウクやアメリカのキースも教えた。デュッセルドルフ美術アカデミーの教授となったオスバルとアヒエンバッハの下で1870年から美術アカデミーで教え始め、教えた学生にはボクマンがいる。デュッセルドルフの出版社の経営者の娘アンナ・アルンツと1860年に結婚した。オスバルとアヒエンバッハもアンナの姉妹と結婚し、二人は義理の兄弟となった。 アンナとの間の息子、カール・フラムは、肖像画家となり、もう一人の息子をズバルトは、造船技術者となり、ベルリン工科大学の学長を務めた。ありがとうございます。